ナポリ地下鉄は、ナポリ市の公共鉄道網を示す名前である。8路線の地下鉄と4路線のケーブルカーで成り立っている。1号線と6号線はメトロナポリから引き継いだアンムにより運営される路線であり、狭い意味でもナポリ地下鉄はこの路線を示す。さらに、EAV が運営するアルコバレーの線と1925年にイタリア発の地下鉄路線として完成した。 ナポリ通過線を使い、トレニタリアが運営する2号線もナポリ地下鉄の路線に加える場合が多い。一方、3号線と4号線は EAV による運営でチルクムベズビアーな鉄道として知られる。5号線とクーマーナ線の一部区間を使って建設中の7号線はセプシサにより運営されている。3号線、4号線、5号線は ナポリ地下鉄の数字が当てられているもののナポリ地下鉄の路線網に完全には統合はされていない。その他、8号線や9号線や10号線といった地下鉄新線、すでにある路線の延長も建設中、または計画中である。また、各丘陵地区都市の中心とを結ぶ4本のケーブルカーもすべてン無による運営である。鉄道網はカンパーニア州により、 アゲンジュやカンパーナパーラもおぼりたソステニービルイを通じて調整されている。その料金統合はイタリアで最も進んでおり、コンソルツヨニコカンピニアにより運営されている。詳細は、ナポリ地下鉄1号線を参照ナポリ地下鉄1は、市における最初の専用区間の地下鉄で、コッディナーレと呼ばれ、市の中心とボーメロ地区や医療地区、 ピシノーラ地区に至るまでの山手地区とを結んでいる。数年にわたって駅を追加し1993年にはそれらは完成し現在の14駅に達した。現在はダンテから中央駅付近のガリバルディに至る区間とピシノーラからカポディキーの空港までの区間を建設中である。さらには建設中のアエロポルト駅からガリバルディ広場までの路線延長を計画中でこれで 本来の感情となる。ダンテから、無税を、マテルデー、サルバトールローザ、バンビテッリといった多くの駅が、芸術の駅計画に参加している。サルバトールロサとモンテドンツェリの間は、急行バイク間であるので、ループ線である。急春長けのために、コリアミネ駅の北側は、地下線が突然かなりの高架線となる。詳細は、ナポリ地下鉄2号線を参照、トレニタリアによる運営。 詳細は、ナポリ地下鉄3号線を参照チルクムベスビアーナ、鉄道による海へ。詳細は、ナポリ地下鉄4号線を参照チルクムベスビアーナ、鉄道による海へ。詳細は、ナポリ地下鉄5号線を参照、セプスサによる海へ。詳細は、ナポリ地下鉄6号線を参照ナポリ地下鉄6号線は、2007年に、竣工し、 メトロナポリにより運営されていたが、解体後はアンムによる運営となっている。路線はフォーリングロッタ区とメルジェリーナ地区の駅付近とを結ぶ。路線は続いてナポリ中心部に到達する予定。軽量軌道交通の区間として建設され、フォーリングロッタから市の東周辺部のポンティジェッリ付近をつなぐために1980年代に高速路面電車として計画された。 しかし建設作業は終了せず、長い変遷があった後に既存部分を利用して新たな工事を行った上で地下鉄路線として作ることに決定した。現在、路線は4駅があり、メルジェッリーナからムニチーピオまでの延長と二駅の増設工事が行われている。すべての駅が芸術の駅計画に参加している。詳細はナポリ地下鉄7号線を 参照建設中2005年開通 EAV による運行。詳細はナポリ地下鉄8号線を参照詳細はナポリ地下鉄9号線を参照詳細はナポリ地下鉄10号線を参照アリファーナ鉄道はナポリとサンタマリーアカープはベーテレを結んでいた。正確にはアリファーナバッサ線といいサンタマリーアカープはベーテレとピエディモンテマテーゼとを結ぶ。 アルファーナ・アルタ線との区別のためにこう呼ばれていたが、過密が原因で行われた最近代化作業のために閉鎖されていた。この鉄道線は、エリオナ市のピシノーラ駅を出発し、カンパーニア州都とアベルサとサンタマリーアカープアベーテレまでの北の連帯都市の残りとをつなげるような本当の県間鉄道、都市型の技術を使った地下鉄事業として提供を行うために、 前線の五感を行う苦労を強いられている。その間にも、道路線は、カポディキーの空港を経てガリバルディ広場に至るチェントロ、ディレツヨネアレ方面へ延長し、リーネ一の輪を閉じる予定である。また、ピシノーラからガリバルディの区間では、リーネ一とアリファーナが同じ区間を共有する。ピシノーラからムニャーノの区間のみだけ北側への延伸工事が終わっている。路線は、 アリファーナ・アルタとナポリ・カンチェロ・ベネベント線を運営している会社メトロ・カンパーニア・ノルド・エストにより運営される予定である。中央工作線ナポリ地下鉄網には地下鉄とは異なった交通機関も含まれている。4つのケーブルカーと3つのエレベーターである。中央工作線、キアイア工作線、メルジェッリーナ工作線、およびモンテサント工作線も参照ケーブルカーの路線は すべて市内にあり10分から15分ほどの間隔で運行されている。アクトンエレベーター、キアイアエレベーター、及びサンティタエレベーターも参照ナポリには3機のエレベーターがあり、高低差の異なる道路をより快適に結ぶのに貢献している。すべてのエレベーターは町の中心部にある。無税を駅にあるファルネーゼのヘラクレス像様々な地下鉄路線の建設さらには、 各駅の開設において芸術の駅計画が提案された。これは彫刻、モザイク、装飾用パネルなどを駅の装飾として芸術の場所を与えることである。ありがとうございます。